こんにちは。6月13日、日本株投資戦略レポートをお届けします。楽天証券、久保田です。今日の内容ですけども、アメリカでインフレが再加速してくるということから、ナスダックが急落しました。で、ヨーロッパでも ECB が7月に利上げを開始すると。 いう表明をしていてまあ世界的に金利上昇金融引き締めが続く可能性が高くなりましたそれで欧米の株が急落していますで、日経平均ですけれどもこれまで米国株が下がっても日経平均は下がらない堅調という流れが続いてたんですけども目先は欧米の株に引きずられて下がる局面になるんじゃないかというふうに思っていますただ中長期的に良い買い場を迎えているという判断は変わりません その話をいたします。なお今日のレポート内容を評価していただければ、ぜひチャンネル登録お願いいたします。いいねボタンもお願いいたします。えではまずえ先週の世界の主要株価指数の動きをご覧ください。えっとこちら米国ですね、ナスダックが5.6%下がってると、米国の主要株価指数は軒並み大きく下がっています。インフレ懸念が蒸し返されて、えまた引き締めを急ぐ状況が変わらないということですね。 でまあ、ドイツも大きく下がっています。ECB も7月から利上げするという話です。で一方ですね、まあ、日本、先週で言うと0.2%横ばいという形になりました。先週の前半は上がってたんですけれども、金曜日に 欧米の株の急落を受けて下がって、前週はほぼ横ばいということです。で中国株が2.8%上昇してるんですけれども、日本と中国に関しましては、中国は上海のロックダウンをやめたということ、それと中国政府が4、6月の中国の GDP がマイナスにならないように経済対策を打ってくるという、まあ、期待があるということですね。まあ、日本も まあ、欧米に遅れることをリオープンで内需が回復するという期待が出ているということです。で、こちらあのアメリカのインフレ率、これはあの CPI 総合指数の前年比ですけどもえ、見ていただきたいんですが、ずっと上がってきて、 8.6%というのが5月ですね、これは40年ぶりの高いインフレ率ということです。で、食料品とエネルギーの上昇の影響を除いても6%上がっているということですから、まあ、あのエネルギーが上昇していることだけがインフレの要因ではありません。 4月にですが、あの1回アメリカのガソリンとか価格が前月比で下がったので、ここで8月にかけて、アメリカのインフレも徐々に沈静化するんじゃないかという期待が出たんですけれども、5月になりますと、4月に下がったガソリン価格も再び上昇し、 全般にインフレが再加速する形になったということで、8月までインフレが高止まりすると、沈静化するという期待が打ち砕かれたという形ですね。 で5月はガソリンは前年同月比で49%上昇してますけども、5月以降6月にかけてもガソリンは高値を更新し続けてますので、エネルギーのインフレというものが続く状況です。で5月で食料品も10.1%上がっていて、まあ、中古車も16.1%ということで、全体のインフレ率を押し上げているという状況です。で、えっと、こちらの米国株の動きを コロナ前ショック前から見てますけども、コロナショック前、えー、コロナショックで急落したんですけど、4、6月、2020年の4、6月というのは世界景気が戦後最大の落ち込みをした時なんですけども、その景気が落ち込む中で、世界的に財政、金融の大盤振る舞いをしたことによって、株はもう急騰を始めてたんですね。でその後、世界的にに景気が急回復したことによって、 株価ががさらに大きく上がったとで足元、まだ世界景気は好調なんですけれども、今度はその逆ですね、財政、金融、大盤振る舞いのその逆で、金融を引き締めていく、インフレ懸念から金融を引き締める、そして財政もあのもう景気が回復しましたので、大盤振る舞い続けられないということで、前年と比べると財政出動が大きく減りますんで、財政の崖。 とということで景気がいいんだけど金融引き締め財政の崖がアメリカの株の下落の要因となっているとで、5月には4月のインフレ率がちょっと緩んだということで、ナスダックが一旦急発泊したんですけれども、5月のインフレ率がまた再加速の兆しということで、再び大きく下がって、でまた安値、どこまでトライするかというのが見えない状況になってきているということです。 この同じグラフに日経平均と上海総合をつけたのがこちらです。ナスダックは今説明した通り、急落後、急反発して、去年の10月からはずっと下がっていると。で、下値が、メドがまだわからないというところですね。で、それに対して日経平均なんですけども、コロナで大きく下がった後、米国株に比べれば上昇率が鈍いという形が続いてきたんですけども、足元、今度は逆に 米国株が急落すする中で顕著といいう形になっていますで上海総合も見ていただきたいんですけど、上海総合は、ですねこれ、覚えていらっしゃるかと思いますけども、今回のコロナショックっていうのは、中国から始まってるんで、1、3月の GDP が大きく落ち込んで、中国株が下がったんですけども、そこであのゼロコロナ政策、完全な都市封鎖をしたことによって、まあ、世界に先駆けてコロナをえ克服したと。 いうことで、4、6月の GDP が前年比でもプラスになったと。4、6月というと、戦後最大の落ち込みというふうに世界経済はなってて、欧米や日本が落ち込んでるんですけども、中国はプラスになったということで、中国株はまあ早々と堅調な動きだったということなんですけども、まあ、その後、上昇鈍くなりまして、で足元はゼロコロナ政策で、 上海の都市封鎖などをしていることから、中国景気がどんどん悪化してきているということで、ウィズコロナで世界の景気回復が進んでいる中で、ゼロコロナにこだわって景気が悪化してきているということから、上海総合株価指数の下げが大きくなってきたというところですね。で、6月1日に都市封鎖を解除したということから、上海株も今、足元戻っていると。 いうのが、まあ、ここまでの現状の動きの説明ですね。で、まあ、日経平均、通常だとアメリカ株が上がるときは、日経平均は米国株ほど上がらない。米国株が下がると、米国株以上に下がるということが多い日経平均なんですけども、米国株が急落している中で、堅調というのは、これ極めて珍しいことなんですけども、まあ、理由があるということで、まあ、毎週申し上げてますけど、日経平均堅調の理由。一番は円安ですね。円安で、まあ、企業業績が、 特に海外で利益を稼いでいる企業の利益が上振れるという効果が大きいということです。それと、リオープンの期待ですね。まあ、アメリカは去年、コロナからのリベンジ消費が盛り上がって過熱して、今、減速してくる懸念が出てますけども、まあ、日本はこれからリオープンで経済再開によって内需が盛り上がる期待が出てるということ。で、日本の企業業績ですけども、前期大幅に増益した35.5%ですけども。 まああの今期ですね、東証の週入841歳ですけども、5.8%の増益を楽天証券では予想しています。まあ、円安とかリオープンの効果、それと米国景気減速してくるけれども、準、ま、拠、あ、速度の成長は続くという見通しで、5.8%の増益を見ているということですね。まあ、あと岸田政権が資産倍増策というのを打ち出していますから、その内容、まだ具体的なことが完全には分かってませんけれども、そこに対する期待もあるということです。まあ、以上から ま日経平均があの米国株に対して相対的に堅調という流れは続くというふうに予想しています。でここからですね、じゃあ先行きどうなるんだということですけども、ま私の投資スタンスとしては。 えー、短期的な株安は終わっていない、ただ中長期で見て、えー、良い買い場を迎えているということで、時間分散しながら買いましょうという考え、変わらないんですけれども、今後、ですね米国景気および世界景気がリーマンショックのような景気後退に入るか入らないかということが、まあ、大きな判断なんですけれども、メインシナリオでは世界景気は急激に減速するけれども、リーマンショックのようなことは起こらないというのがメインシナリオですので、日経平均 まあ下がったところはあのしっかり買っていくべきだというのがあのメインシナリオですただリスクシナリオとしてえこれからリーマンショックのようなことが起こってしまうと考えるとえ一旦さらに日経平均がまあ10%とか下がってしまう可能性がありますのでそういう可能性も考えてリスク管理しながら実間分散していくということが必要だというふうに考えています以上ですご清聴ありがとうございましたなお今日のレポートライブを評価していただければぜひチャンネル登録お願いいたしますいいねボタンもお願いいたしますありがとうございました